グランドナショナルとは、毎年4月に、イギリスのリバプール郊外にある、エントリー競馬場で行われる障害競争である。距離は4マイルと2ハロンと74ヤード、計16個設置されている障害を、延べ30回飛び越しする。イギリスでは最も人気のあるレースであり、馬券の売り上げ額も、ダービーステークスやチェルトナムゴールドカップを上回り、イギリス国内最高を誇る。 ブックメーカーなどを含め、賭けに投じられた金額は、2007年で2.75億ポンド、2015年で3億ポンドに達すると推定されている。ロイターによると、2019年の売り上げは、推定3億ポンドである。年によっては、日本の有馬記念を上回ることもあると見られる。この競争は、グランドナショナルミーティングのメイン競争として、ハンディキャップで行われる。格付けは、 グレード 3? ほぼ毎年出走可能頭数の限界の40頭の出走馬を集めるが、年によっては乾燥頭数は10頭を切ることも珍しくないことから、世界一過酷な障害レースと言われている。以前は発走の際スターティングバリアーの直後に、整列していたが発走の遅延が絶えなかったため、2008年より他の競争同様に、 バリアー広報から整列せずにスタートを行う方式に変更されたが2021年より再び初売けを使用するスタートに変更された。このレースにハンを取ったグランドナショナルという名の競争は世界各地で行われている。日本では伝統の障害重症である中山大障害がこのレースにハンを取ったものである。 2005年からはビール会社のジョン・スミスズがスポンサーとなっていたが、2014年に酒造会社のクラビーズに変わり、さらに2017年からは5年契約で科学検査会社のランドックスヘルスがスポンサーとなった。2017年現在の賞金総額は100万ポンドで、障害競争としては世界最高の賞金額となっている。 この競争では、エントリー競馬場のナショナルコースという特別なコースを2周する。このコースは4月開催でトッパムチェイス、フォックスハンターズチェイス、グランドナショナルの3競争、11月開催でグランドセフトンチェイス、ビーチャーチェイスの5競争のみに使用される。一周2.25マイルの周回コースであり、直線距離は494ヤード。全体として、 起伏は少なくほぼ平坦となっている。コースグランドナショナルに使用される障害は、AI で一般的なものと異なり、頭皮の枝を組み合わせて作られている。全部で16の障害が設けられ、ザチェアと呼ばれる障害と、水合障害を除いて二度飛び越しすることになる。6番目及び7番目、8番目、9番目、15番目の障害にはそれぞれ固有の名称が付いており順に、 ビーチャーズブルック、ホイネーボン、キャナルターン、バレンタインズブルック、そしてザチェアである。最難関とされるのはビーチャーズブルックである。障害は踏切地点より着地側が低くなっているためバランスを取ることが難しく毎年複数の馬が落馬する。またザチェアは踏切地点の看護を持ち、そして最も高い障害である。そしてキャナルターンとホイネーボンについては 前者は着地後に直角に曲がるコーナーがあり、後者もカーブの途中に設置されているため馬が内側に密集しやすく、ね、年によっては多重落馬が発生している。2001年のレースではキャナルターンでカラウマが障害の手前を横切り多重落馬が発生する大事故が起こった。これ以降キャナルターンの障害右手に対比通路が設置されカラウマが レースのバグに混ざらないように配慮されている。全障害の規模グランドナショナルのコースは初期に石壁障害が水合障害に変更され、その後も幾度か障害の形状、大きさに変更が加えられている。初期は天然の障害も使用していたため18インチの土塁など小規模なものも存在した。1885年の時点では、 最後の直線の3つの障害などで3フィート6インチのハードルを7機使用し、計11回飛び越しを行っていたほか、現在では全障害の中で最も低い4フィート6インチのホイネーボンが当時は5フィート6インチと最も高い障害だった。1888年にハードルがフェンスに置き換えられ、そして20世紀を過ぎると大幅な変更は行われなくなった。 しかし1961年に危険すぎるとの批判を受け、障害に傾斜そして、踏切板を設けるなどの安全対策が行われた。その後も何度か障害の形状に変更が加えられ、1990年にはビーチャーズブルックの着地側のスロープが埋め立てられた。このためビーチャーズブルックをはじめ多くの障害がその難易度を低下させている。同じコースを二周する。 グランドナショナルだが2周目に入った際、1周目で多重落馬事故があり、整理がつかない場所がある場合や故障した馬の処分をその場で行い、障害の飛び越しが危険であると判断された場合は、障害前方で係員がチェッカーフラッグを振る。その場合は、障害横の待避通路を通り、障害をパスすることが許される。2011年は2周目の20号障害。 22号障害において、故障場が止まったため、共にパスされている。グランドナショナルは1836年2月29日に、リバプールのホテル経営者、ウィリアムリンによって創設された。1839年から回数カウントを始めているが、実際は1836年から同等の競争が始まっており、1860年代半ばまでは、 公式記録として認められていた。かつて1836年から1838年までの3競争は以前はエントリー競馬場以外で行われたと考えられていたが、現在はこれらもエントリー競馬場で行われたことが判明している。1836年の初の競争は出走馬10頭で行われ、マーティン・ビーチャー対策場の二番人気技リュークが優勝した。 感想は4頭。1839年の競争ではコンラットに起乗したビーチャー大佐が一周目の小川で落馬し、その小川がビーチャーズブルックと命名された。1844年にハンデキャップ競争に改められる。1862年にはグランドナショナルでは唯一となる機種の死亡事故が発生した。1928年はキャナルターンで 集団略馬が発生。出走馬42頭の中で優勝馬ティペラリーティムのみが無事故で完走。そして2着に再起乗のビリーバートンが入り、この2頭のみが完走した。これを受けて、翌1929年により、キャナルターンの冠号が取り除かれた。また全くの無名馬が優勝したため同年の競争は、多数の出馬登録が行われ。 グランドナショナル史上最多の66頭が出走した。感想は10頭。1954年は4頭が死亡した。1956年は、競馬の歴史上でも、最も不可解なレースの一つとして名高い。ディック・フランシス騎手が乗るクイーンマザー所有の、デボン・ロックは、最終障害を大差でクリアして楽勝するかと思われたが、残り50メートルに満たない地点で突然死死を、 投げ出して座り込んでしまった。この際、特に故障などは何もなく、直後に立ち上がっている。この事故が起こった場所は一周目に飛び越した水道障害のすぐ脇であり、この障害の影に驚いたのではないかと言われた。フランシス本人は大きな歓声に驚いて、そのようになったと語っている。1964年にエントリー競馬場の所有者のトッムムプ人が、 競馬場を売りに出すと宣言し、以来1973年にビル・デイビスが300万ポンドで購入するまで毎年が最後のナショナルと言われた。デイビスの所有時も経営は今一つ安定せず1983年にジョッキークラブが340万ポンドで購入。これにより英国の競馬が続く限りグランドナショナルは存続することになった。1967年は 馬群の先頭を走っていたカラウマが23番目のフェンス直前で急にストップするというアクシデントのため、後続の20頭以上の馬が落馬、または立往生してしまい、先頭から50馬身近く離されていたホイネーボンだけがスムーズに追い越し、逆に後続に50馬身をつける独走体制となる。結局そのまま後続を振り切って一着でゴールイン101倍の配当となった。 なお、この23番目のフェンスにはこの年のカチューマの名前であるフォイネーボンの名が付けられている。1981年は1年半前にガンで余命8ヶ月の宣告を受けていたボブチャンピオンが治療を受けガンを克服し、オールダニーティでグランドナショナルを制覇した。オールダニーティ自身も1年前の障害レースで骨折し、一度は 安楽死処分にされそうになった状況からの復活であった。このエピソードは1984年にチャンピオンズというタイトルで映画化されている。1993年はスターティングバリアーの白いテープがうまく跳ね上がらず発想やり直し、二度目も馬や騎手がテープに絡まりスターターターはフォルススタートを宣言したが合図の赤旗が誰にも 目撃されることなく39頭中30頭がスタート。2周目のスタンド前で再び赤旗が振られたが、反対派の抗議と解釈した多くの機種はレースを、続行し7頭が完走。J ホワイト機場のエシャーネスが1位入選したが競争。不成立により幻の優勝となった。これにより1993年のグランドナショナルは中止となり、 翌1994年からは、スターティングバリアーが、手動式から電動式に変わるなど多くの改善がなされた。1997年は、グランドナショナルの始まる1時間前に、IRA 暫定派を名乗る人物から競馬場に爆弾を仕掛けたとの電話があり、観客を競馬場から全員避難させ競争は中止となった。その2日後に改めてレースが行われた。 上教師のジェニー・ピットマンはこの事件に対し涙で抗議した。1998年は一周目の名物障害の一つで、あるビーチャーズブルックの前の障害で、計算党が死亡し、動物愛護団体が抗議行動を行った。2001年は一周目の名物障害の一つである、キャナルターンで、カラウマが障害の手前を横切り、多重が落馬する大事故があった。 一着のレッドマローダーと二着のスマーティガム事故で乾燥。三着に再起乗したグローイングウィンド、四着に同じく再起乗したパピオンが入り、この四頭が乾燥した。四頭が乾燥するのは1980年以来21年ぶり。2005年は152頭が一時登録し、最多記録を塗り替えた。2014年は出走馬のうち1頭がスタートを、 拒否しそのまま走ることなく競争中止するアクシデントが発生した。2019年、タイガーロールがレッドラム以来45年ぶりにグランドナショナル連覇の快挙を成し遂げた。2020年は新型コロナウイルスの影響で初の中止になった。2年ぶりの開催となった2021年は女性騎手のレイチェル・ブラックモア騎手機上のミネラタイムズが勝利し、 史上初の女性機種によるグランドナショナル制覇となった。これより回数をカウント。1916から1918年は第一次世界大戦の影響で試行場所をガトウィック競馬場に移し競争名も変更された。過去に一頭だけこの競争に参戦した競争馬がいる。日本の中山大障害を4勝した藤野王である。 日本の障害チャンピオンホースとして参戦した富士の王には当時の規定により最重ハンデの 76.2kg のハンデキャップが与えられた。これはイギリスにおいて必要な競争数をこなしていないため規定により最も重いハンデが課せられた。なお富士の王は15番目の障害で馬が飛び越しを拒否、競争中止となっている。また、 日本人騎手として1995年には、田中強氏がアイルランドのザコミッティに騎乗、こちらも点灯により競争中止に終わった。このほか、グランドマーチスが挑戦する話があり一部、新聞報道されたが計画が具体化する前に故障を、発症して引退した。このグランドナショナルに倣って、各国でグランドナショナルの名称のつく、あるいはそれに準じる競争が行われている。 以下がその例である。アイクスクレイジオンインターナショナルカッタロギング、スタンダーズブックグレートブリットン、ジャンプレイセズ2014年11月11日、閲覧。イギリスの障害重所はグループでなくグレードで表記される。また、ハンデキャップ重所はすべてグレード3に格付けされる。イギリス障害競争で、賞金総額、第2位のチルトナムゴールドカップは57万5000ポンド。 この落馬もあって一周目を終えた頃には、わずか七頭のみとなり、二周目でのさらなる落馬の結果二頭のみが無事故で完走。他に二頭が落馬後再起乗して、ゴールインし、計四頭が完走した。2001グランドナショナル HQ ハット・ジョン・スミス、グランドナショナル・チェイス2011、ティック・フランシス・特クホン、早川書房編集部編、早川書房 1992年83から85ページ、デボン・ロッホグランドナショナルディザスター、1956、ホイ・ネイブン・ウィンズグランドナショナルアフター・ヒュージ・パイル・アップ、コゼス・レース・シャンブルズ、ハット・ NHK、世界の競馬1997年、ドバイ・ワールドカップ04分20秒から05分55秒19、1993グランドナショナル、ハット・ NHK、 世界の競馬1997年、ドバイワールドカップ00分54秒から04分11秒、06分07秒、06分20秒、世界一有名な障害戦グランドナショナルが、中止決定日刊スポーツ局馬プレミアム2020年3月17日。ありがとうございます。